恵美さん、京都文京京都、その得点は4660。白下さんの後ろに上野染谷岡細田さんがいます。フィニッシュタイムは2分24秒で止まりました。24秒13で止まりました。群馬、第8レーン富田真奈美さん本庄東埼玉、以上の8名で 800m 競走は第4組のスタートです。800m 競走は第5組です。第1レーン上谷奈々さん園田兵庫、第2レーン川口真也さん大塚大阪、第3レーン高橋好花さん白梅学園東京、第4レーン能野智美さん西京山口、第5レーンヘンプヒルメグさん京都文教、
京都、第6レーン田中ライムさん倉敷中央岡山、第7レーン澤田樹里さん白梅学園東京、第8レーン上野あずささん国学院栃木栃木。以上8名で女子七種競技 800m 競走最終第5組のスタートです。いよいよ七種競技最終第5組がスタートしました。これまでの戦いで1位から8位までの記録を持つ選手が出場しています。大会記録は5246点、日本高校記録は5384点、これらの記録の更新の期待がかかります。すでに7種目終了時点で4666点を獲得していますのは第5レーンのヘンプヒルメグさん、京都文京京都。この 800m の走りによりまして、大会記録はもちろん日本高校記録、日本ジュニア、今季アジアジュニア最記録もの更新も見えてきます。先頭はノーブさん最強、その後ろからヘンプヒルメグさん、1周目のラップは1分5秒。この1周はハイペースな1分5秒です。日本高校新記録までは目安としましては2分27秒で走りますと、すでに更新をするペース、そして日本ジュニア記録までも2分26秒でおよそ走りますと更新です。そして今季のアジアジュニア最高記録までも2分24秒95で走りますと到達いたします。第5レーンのヘンプヒルメグさんが残り 200m を切ったところで前に出てきました。大きな記録の更新はかかります。この瞬間をどうぞご覧ください。残りは 100m を切りました。ヘンプヒルさんに高橋好花さんが食らいつき、それとともにヘンプヒルさんもフィニッシュ。フィニッシュタイマーはどうぞ先ほどお伝えした以上の記録が出ている模様です。一度消えますが、また後ほど結果をお伝えいたしましょう。さあスクリーンにはこのレースのライブジャン、大型スクリーンをご覧ください。ただいま写真判定中の速報ではございますが、1着高橋好花さん白梅学園東京、2分17秒62、856点を獲得いたしました。続いてヘンプヒルメグさん京都文京京都は2分17秒87、853点を獲得です。素晴らしい記録が誕生したことは間違いないでしょう。さあ記録はどうでしょうか。その前にまず7種目を戦い終えた大型スクリーンにはヘンプヒルさんです。そして13点を獲得です。
そして澤田さん、白梅学園2分19秒4点832点です。こちらは第5組の速報です。確定出ております。確定は先ほどもう速報でお伝えした通り1着高橋好花さん、白梅学園2分17秒62。七種競技の総合順位、総合得点が表示されています。日本ジュニア新記録、日本高校新記録、そして大会新記録の誕生です。天部裕恵さん、京都文京、その得点は5519点です。そしてシニアを含めてこの記録はなんと日本歴代第8位の記録。その前にスクリーンにはおめでとうございます。ジュニア日本新記録、七種競技5519点、京都文京高校ヘンピヒルメグさんです。今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。素晴らしい日本ジュニア新記録が誕生しました。手元の資料あまり正確ではないかもしれませんが、今季のアジアのジュニアの最高記録にも相当する素晴らしい記録だったという情報も入っております。それにしても素晴らしい日本ジュニア新記録でございました。